泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われた。
京都からやってきました。よろしくお願いします。初めまして。いえいえ。<笑>あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、パンツ見えそう。あ、大丈夫ですか。すみません。じゃあちょっと、よかったら聞いてくれてください。笑えればです。はい。ひふみよ。とにかく笑えれば。最後に笑えれば。 情けない帰り道、ははは、と笑えれば。おーイェー。改めまして、上島さんとっています。よろしくお願いします。えい、ノーイェー。手が空いてない人、あれ、ちょっとすいません、ちょっと待ってください。手が空いてない人は足の裏と裏でお願いします。 同じ夢ばかりを見て、だけど今になって大人になって立ち止まったりして、全てがうまくいくはずそう信じて。
ているのに、なぜか焦ってぐらついてジタバタするけど、とにかく笑えればそれでも笑えれば今日一日の終わりに、はははと笑えれば、とにかく笑えれば、情けない帰り道、はっはっはと笑えれば、お前を好きになって何もかもが変わったよ。他愛のない笑顔で俺を勇気づける。ぶつかってばっかりじゃダメで、借りてもダメで、悲しけりゃ泣けばいい、また笑えるように、yeah! 諦めない、逃げたくない、自分を見失いたくない、汗をかき恥をかき転がりつつ100% でやったら今からも明日からも楽しんじゃおうかなって思ってます。よかったらみんなで最後まで手拍子ください。無理しても無茶しても変えられない思いがある。そばにいてこの俺を見守ってくれないか。胸の奥に抱いたまま歩き続けてゆく、とにかく笑えれば、最後に笑えれば、答えのない毎日に、はっはっはと笑えれば、とにかく笑えれば、情けない帰り道、はっはっはと笑えれば、皆さんでとにかく笑えれば、oh yeah、 とにかく笑えれば、えればとにかく笑えれば、とにかくね、ここにいるみんなが笑えればね、きっと明日からもいい日になるよ。だからこうして手と手を合わせて、明日からもみんなきっと楽しい日になるよ。とにかくね、君が笑えればいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ラスト1曲で、今日は終わりにしたいなと思います。じゃあ最後、スピッツさんの楓を歌って終わりたいなと思います。聴いててください。
ありがとうございます。